はい、こんにちは、ビッグボーイです。デッドライジング3 続きをやっていきます。この人がなんかついてきちゃうんだけど、どうしよう。ついてきちゃうならまあとりあえずほっとくか。でまあちょっとまあ最近、DLC で追加されたあのアントールドストーリーズオブロスパーディドスっていうのもやってるんですけど、まあメインのミッションの方もまあ至って普通に進めていきます。まあとりあえずスラッシャーで、多分 DLC の追加ストーリーの方は多分メインストーリーを終えてからやる方がいいのかもしんないけど、まあそんなこと気にせずにやっていきます。前回多分臓器を売っ払ってたとんでもないやつを倒してんだよ。倒してでこの人も助けて、次の目的地はここなんだけど、なんだ、よいしょ。今何、今全然武器ねえや。補給品の山がある、見えないっす。武器持ってるよね。上コンテナの上か。あ、ちょっと待って。なんかいけないものがある。あれ？これ大丈夫かな？どうするべきだ？なんか爆弾っぽいのがついてる気がするんだよな。なんか投げてみよう。あれ？物は通るの？じゃあ、これだ。フォークリフトで、そこに乗るな。そこに乗るか。フォークリフト寄せて、登って、あれ？これ大丈夫？ちょっと通ってみるか。通ってみる。爆発した、やっぱ。ですよね。よし。これを消失させろだから。待って。これ武器だっけ、なんか。よ。おー。あ、オッケー。で、これもまあ、実況してまあ、何パーとか結構経ちますけど、最近知ったのが、エンディングが、いろいろパターンがあるそうで、サブミッションをね、まあ、やったかとかで関係あるそうなんですけど、多分このままいくと最悪のエンディングが見れると思うので、サブミッションも、やっぱ多少なり進めた方がいいっていうか、彼女を置いてこう。どっかに戻れとか言ってるけど、ちょっとじゃあすぐそこにサブミッション受けれそうだから、行ってみよう。ケニーってのがいるな。ケニーどうした？てか、ケニーってか誰だろう、まず。ゾンビは強からな。なんか字幕おかしい。脳内じゃスーパーマンなんだけどって。武器を合成して倒すんだよ。ついてくんの。Q といいでスキルムーブが発動する？なんだこれ？え？ゾンビ掴めるようになったみたいな？追加アクションかな？で結局ケニーはいいのこれで。あ、本当だ、できた。できたけど、それなら切るぜ。スキルムーブで、素手で倒すってことか。なるほど。ふっ。これワンパターンにやるってこと？なんだなんだ、倒れ始め、う
ほら、うわ、ちょっと。ほら。ちょっと、スキルムーブってのもきついぞ、これ。なんか、ちょっとゾンビが少ないところで。え、まだ一体も倒せないの、これ。ちょっとこれ、飲んで。ほら。え、どうしようかな。やめろ。せい。え、これどうしろというのだ。ほっ。ほっ。ちょ、こんなことやったって。で、こうか。倒してないだろ、こんなのは。これ起き上がってるもん、お気に入りやつ。よっ、せい。ちょっと これはちょっと飛ばそうかな。ケニーにとりあえずこの素手のスキルムーブで倒すところを見せればいいんだろうけどさ。今ね、そんなに格闘スキルがないから無理があるわ。さて、じゃあそうだな、あ、ここになんかあるな、サイドミッションが。で、ここのエリアまだ2件もあったか、解放していないセーフゾーンが。ケニーじゃね。俺は行くぜ。メインミッションはコムタワーに戻れって感じになってんのか。ここじゃないか。あっちでもあっち。これなんか、Uターンで、ほら。あー、通れない感じ。ちょっとまたケニーのとこ来ちゃったけど、自動的に。Uターンだな、これは。こっちから向こう側に行けたっけか。うおー、花火。あ、まずい。弾や。ああ。ちょっと武器がね、なんもないから、なくて、スナックだらけだから、ここ解放しよう、ちょっと。ここは DLC の追加ストーリーで、違反者がいるってことで、なんか、殺虫剤みたいなものを巻いたような。お邪魔します。ほら、おお、そろそろ壊れる、これ。でも DLC 武器やっぱさすが DLC だから強い。ほら、あ、なんか本ある。あ、違う、これじゃねえ、これじゃねえ、これなんだ、これ、これアナログテレビなんてもういらない。これなんだ、これ、イーターズワールド。ほら、いいよいしょ。お前も、よっこらしょ。まだいるか。この切断されても動くやつが厄介だ。ブラシぶん投げてやる。よっ。ジャンプ切りできる。よし、いて。ジャンプ切り。こいつがまだ生きてる。
木製バット。おら。よし。オッケー。で、生存者用名簿をちょっと見たいな。あ、いる。なんて読むんだ、アレジャンドラっていうのが。他誰もいないな。てか、多分生存者と一緒に行けるんだろうけど、なんか邪魔になりそうだから、一人で行くかな。で、これだ、エレクトリックスタッフってのが強かったから、これ持っていこう。あとは、まあ、DLC に頼るか。レールガン。どうしようかなと。なんか、この、ミニガンと、じゃあ、あと、ボーンクラッシャーと、ビースト。どうもない。まあ、十分でしょ、こんなもんで。これがね、多分、もっとスキルで弾数増やしたら、さらに強いものになると思うな。あ、ちょい。よいしょ。乗って。あ、こっち行けないか。これ乗り物じゃ。なら歩いていこう。悲しい結末が。下っぽいな、これ多分。なら、このまま。このまま直進してったら多分これか、車じゃないな、多分。歩きでちょっと向こうまで行くのだるいな。まあ、いや、ちょっとこのまま向こうのセーフゾーンも解放しに行っちゃうか。ノーラ、あ、でも届かない。そのミッションを進めていきたいけどね、やっぱメインが一番やりたいんだよね。ノーラ。あ、壊れた。ならボーンクラッシャーだ。ここに誰かがいる。どうしてこうなった。新鮮な肉ばかりをご用意。ボルトガン？ボルトガンとは何でしょう。ん？あれ？使えないじゃん、これ。あ、間違った。もったいない。ほら、モンスターハンター。よし。向こうの解放していない方に行こう。乗れる車はなんかないか。あった。これに乗る。セダンをいただき。うわぁ、事故った。なんかレシピがある臭いな、ここ。車がちょっと弾んだ。よっ。下だな、これ。よいしょ。ここか。あった。パワーシャウト。シャウトシャウトって言ったら、スカイリムかな。パイロンとスピーカー。あ、違う。パイロンとスピーカーで。シャウト。ん？あれ？ちょっと待って。なんか間違ったぞ、今。あ、合ってんのか？あ、できた。パワーシャウト。シャウト。え？何これ、本当に合体させただけじゃねえの？おい！うお！あ、車！僕の車。すごい、空気砲みたいになった。このままそこだな、セーフゾーン。
どっから登っていこうか。どっからっていうかそこか、もう。よいしょ。シャウトを食らわせてやる、お前らに。ほら。シャウトを食らえ。何これ、もうスカイリムじゃん、完全に。声出してるけど。ああ。ほい。よし、オッケー。セーフゾーンクリア。武器はとりあえず問題ないな。格好を変えていこうか。どうしようかな。適当に組み合わせても、なんか入っていくか。OK、完璧。よし。もう完璧すぎるわ。もうこれでいこう。なんだ？これバーン乗れるじゃん。バーンに乗っていこう。で、メインストーリーの場所に戻ると同時にね、こっちの上に登ってったら、どう進まねえ。進まねえ。進行方向こちらで合ってるか。合ってるな。こちらに。わー、進まねえ。頑張れ、バン。うわ、びっくりした。よし。やばい、後ろにオナゴのゾンビが乗ってる。ちょっと、離せ。いや、離せ。うわぁ、ちょっと。今度、隣にくっついてる。嬉しくない。離せ。よし。で、そこに、ハンクってのがいるな。何者だ？いや、旅行にしてはちょっとハードすぎるところに来てるわ。プロパンタンクを探せだと？どこにあるんでしょうかね。またなんか、パシリ系なのか。多分、これとこれなんだろうな。ん？そういうわけじゃない。ここの周辺にあるのか、もしかして。ここ登れるか。あれこっち行けないのか。そうか。まあいいや、彼もほっとこう。サブミッション放り出し。あ、てかさっきなんか選択したら光ってるのか光ってるんつってもな。いや、メインストーリーやっていこう。ほらー、離せ。いい加減ね、マップを早く覚えたいんだけどね、覚えられないんだよな。今この辺左折するのは、これ上方向だから、そこで左折しよう。あ、レシピある。サーベルショット。多分これだな。おう。シャウト使おう。シャウトはい。ほら。あ、バンが吹っ飛んだ。射的量はそんなないのか、これ。じゃあちょっとね、食い物合成しちゃおう。
これで余裕作って、多分これ食ったら吐くやつだな。でまたバンの上行ってサーベルショット、ほう、多分ガンブレード的な感じなんだろうね。あ、やっぱそうだ。でこれは合成したら多分あれになるんだっけ、ローラーハング、ローラーハグっていうのか、これにしちゃって、よし、これでいこう。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、もっと熱くなれよ。ちょっと詰まってる詰まってる、よし、よし、このまま目的地に行っちゃうぜ。オーラファイヤー、オーラ、よし、到着荒々しい。結局何のために資材燃やしたりカメラ壊したりしてたんだっけ。この人たちの依頼を聞いて、なんだっけ、ガソリンかなんかもらうためだっけ。ローレンがいた。首ってなんか数字掘られてるやつのことか。ニックです。Signal from Angel. You made it back. Don't sound so surprised. Red, what's happening? Angel said there's a computer recording. 過去に関しては触れないでね。Over at the police station. It's from all the security cameras. We could bust them all with that when we get out of here. Mm-hmm. But first we got to get to Angel. She thinks they found out her position. Well, I can go to the police station. I mean, if it's just getting that information off the computer. Think you can handle it, Nick? Yeah. I got it. All right.Angel's on the second floor by the pool of a hotel in Central City. You go to the police station, handle that, and then you meet us there. You got that? You all right, Nick? You all right? Come on, Annie. We gotta get to Angel. I'll keep you safe. アニーと行けると思ってたのか、ニック。ポリスステーションへ向かえ。ポリスステーションとは、あれ？ここ解放しなかったっけ？これもしかしてあれなのか？一定時間だったら、また勝手に元に戻ってってんの？ポリスステーションって、あ、ここなのか。ならもうちゃっちゃと行っちゃおう。属性ポイント今あんのかな？ないね。フード効果アップってなんか出てるな。これは飲まないけどね。じゃあローラーハグで。いいよ、こら、ちょっと熱くなれよ。前が見えない。あ、うわ、すげえ。ぶつかっただけで爆発。ここ、どーん。あれ、なんだこれ。ちょっと待って、あれ、これあれじゃん。前詰まった戦車じゃねえの、これ。なんでこんなところに放置してあるんだ、まだ。むしろ残ってたのか。ならもう乗り換えていこう。ん？着信？アルムダのバスデポットで泣いてるやつがいる。ティッシュでも持ってってやれよ。サイドミッション。ん？あれ？ちょっと待って。そんなところに新しいレシピなんて置いてあったっけ？
ちょっと行ってみようか。ついでにここゾンビが多い地帯だから、TP 貯めよう。超強力兵器、レールガン。レールガン。強。レールガン。レールガン。えい。もう一丁。ワンモアセ。だ。ポリオ。もう一回。あ、痛い。痛い、やめろー。痛い。おら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 。痛い。ちょっと待って待って、やめてやめて。ちょっと。痛い。ボロンボロにされる。おら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 。この消防のコスチューム着たや、コスチューム服っていうか服着たやつが硬いんだよな。レベル上がった。二属性ポイントゲット。すごい、弾が尽きない全然これ。とりあえずこのまま倒しちゃって、オーバーヒートしてんのか、ちょっと壊れて、次これやめろー。これ強いっすわ。これもよいしょいや、ちょっとゾンビとそういう趣味はない。さて、属性ポイント何に振り分けようかな。2つか。あー、射撃だな。射撃に振り分けとこう。それじゃあちょっとレシピがまだあったから。てかここはあの結構前に来て、なんかコスチューム見落としてないか。バスケットボールシューズでしょ。特に問題ない感じか。いや、バスケット、完全にバスケットボールでいこう。着物でアメフトとかあったりして、ああ、これレシピ下だ、地下か。あ、気のせいか。なんだ。じゃあもう、武器だけいただいて。あ、飲んじゃった。スタミナが無限大に？どういうことだい？スタミナって体力ってことじゃないよね。痛い痛い痛い、やめろ。くっそ、こうなったら。ほら、信号機の力を味わえ。そっから出てくんな。ほら、登って、さあ武器は何持ってこっかな。もう一個これ持ってこう。あと、レールガンどこ行った？あった、レールガンとマシンピストル、フロストバイト、スパイクウェイス。あ、もう持ってない。もう持ってない。ってなんか合成できるけど。ヘビーメタル？ヘビーメタル弱くなるんじゃねえの？まあいいや。ヘビーメタル違う、行こうか。てかなんかサブミッションのゲージの減り早くないか。アルマジロで、おら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 、
ん、なんかスピーカーかなんかあるんじゃねえの。あ、あれだ。オッケー。なんか意外とまだスピーカーをかなりの数見落としてるかもしれないな。あ、ほらそこにもあるもん。よし。うおー。なんだこれ、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 登っちゃったけど、うおー。でもそこだな。凍らせて。これ警察署なのか。どっか侵入できるところが。クロワッサン、おっ、ちょっとそっから出てくんだよ。ここ開くかな。開かねえや。あそこ開くか。どうしよう、マシンピストルでいくか。こんにちは。バスケットボールのニックです。バスケットボールのニックです。違う。うわ、嬉しくない。戦うのか、もしかして。うわぁ。こっちはバスケットしくの。ジャージしか履いてないというのに、武装も何もしてねえぞ。待って、マシンピストル捨てんだ。なんだ。ほらほら。武器は一等なものを持ってきてるぞ。ちょっとずつ接近してきてるの。壊れた。これです。痛い。待ってよ。待て。レールガンだ、ここは。おい。うわ、強い。ほい。あれ倒した。あ、倒したっていうか、別に戦わなくてもよかったのか。あ、まだいる。なんかあったで、これだ。これだな。ちょっと待てよ。こっちに接近させよう。よっ、これまだし、敵どんだけ頑丈だよ、これ。おら、よし。エアルいただき。あ、体力すんげえ減ってる。なんかあるか。あ、なんかあった。ついでに、服もある。おお、アーミージャケット。ソフトドリンクを飲んで。あ、そこにもなんか服ある。武装ベスト。おお。と、帽子もある。タクティカルヘル。おお。
ねえ、さっきまでバスケット選手だったのに。で、食えるもんは食っとく。オッケー。そうだね、 LMG 拾ってっか。よし、ゴーゴーゴー。あ、レシピがある。 ZAR ちょっと LMG とこれ捨てて、 AR と、ん？あ、こ、え、 AR とショットガンで ZAR。合体しただけやないかい。いや、フロストバイトでこれ使ってみようか。じゃあ、あ、うお、あいつを倒せばいいのか。え、なんだこいつ。うわ、何事、なんかあったか今。強い、これ。よし、うわ、めっちゃいるな。どこ行ったんだ、こっちか。ちょっとこんな武器ばっかりやってもあれだから、フロストバイトちょっと捨てよ。これリンゴ食って、コーヒー持っとこうっていうか、なんかすんげえ銃撃が聞こえるよ。あ、敵いるじゃん。よし、こいつらをやって。うわ、また来た。あー、レールガンだなここは。オレーあれ違う、これ、これレールガンじゃない、これ。ほれーほれー、よし。どんどん登っていこう。うわ、なんかかっけえ、かっこいい銃。こいってか、こっちにはスーパー最強兵器のレールガンがあるんだぞ。ほら、あーって、なかなか体力もあんな、相手も。ん？どこ行った？オレンジジュース、回復力多いから拾っといて。 GGあ、な、GG で照準合わせれるの。おう、やめろやめろ。え、倒し、たの早すぎ。ん、あ、違う、この野郎。仲間なんか、うわ、仲間なんか、レールガンを大事に。もう一発しかない。ほら、あれ？よし。ちょ、近い近い近い、近づくな。ちょっと武器を変えて。ほら、削れ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 、痛い。ちょっと、オレンジジュースをいただいて。オレンジジュース回復力すごいな。ほら、暗い暗い暗い。暗い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 、いけるだろういけるだろういけるだろう、痛い。お、倒した、イエーイ。ビッグボーイ、お、薄部。
よし、メモリースティックを獲得しました。なんだこれ、 SGT ピストル、まあ、弾を、まあ、弾をちょっと今回これ、ん、取ればグラセフ5の取ればどこ、ちょ、取れば助けて、今回終わろう。あ、強い、これ強いかもしれない。あれ、取れば大丈夫、いやー、やめろー、ふい頼む、顔やめてくれ。え、取れば助けた。よし。で、なんか、ついでにスピーカーみたいなのが音するけど。まあいいや、あ、違う。まあいいや、じゃあ今回は。ここまででメモリースティックを獲得したっていうところで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。